はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はサンタ立川を入れてバンプ高校でやっていきたいと思います。で、サンタ立川なんですけれども、通常のね立川と比べてテーブルが変わっています。変化球ボーナス4にタック70、得意練習率アップ15に練習効果アップ15と、でそこに、固有ボーナスが乗っかる感じですね。で45になると、まあ、変化球ボーナス6で、もともと変化球ボーナス4がついてるんで、まあ、45になったところであんまりね変わんないとは思うんですけれども、ただね PSR はレベル50で練習効果アップ 30% がつくので相当強くなりますね。まあ、ちょっとね立川自体がアプリと違って常設キャラクターではないので、解放が結構難しいとは思うんですけれども、 PSR のねサンタ立川いつかお借りして使ってみたいなとも思ってます。で、金徳の方が通常の立川は、怪物球威、まあ、不確定ではあったんですけれども、選択肢がね一つ増えて、精密機械を確定で取れるようになってます。まあ、ただね精密機械の方はコツ1ではあるんですけれども、まあ、精密機械自体がそんなに重い金徳ではないので、まあいいのかなというところになります。で、精密機械が取れるようになったので、ミサちゃんとね併用して使えるっていうところが、まあ、俺の中ではかなりでかいかなと思ってます。ミサちゃんもね、怪物球威確定で立川をね入れると金徳かぶりを起こしてたんですけれども、まあ、精密機械を選ぶことによって、まあ、金徳もねかぶらず、この強キャラ2人を一緒に使っていけるというところがいいとこだと思います。で、あとは、バンプなので一応アヘ編で来てます。技術要員の友沢で、やる気効果アップの高い神高とかを連れてきてます。ちょっとね神高も体力イーターなんであれなんですけれども、そうルナちゃんもね連れてきてるんで、二股になっちゃうんですよね。で今回アイテムの方がお守りをね持ってきてないんですよ。やっぱりここぞという時に練習したいんでカロリーバーを持ってきてます。だから井戸端がね起こるとちょっと厳しいかなというところになってます。ここはコツを取っていきましょう。経験点は何もないんで、神楽坂くんの勝ち運とかが来るとちょっと悲しいかな。お、タイピンだ、いいね。あ、そうそう、で立川のね通常イベントでクイックが取れるじゃないですか。だから今回クイックを取ってルナちゃんね走者釘付けを狙っていこうかなとも思ってます。この吸血の強化で守備練をするとわりかしね敏捷ポイントが稼げるんですよ。まあ、そこは敏捷の経験点を見て、金徳どっちにするか決めていきます。タイピンはさすがに潰せないからな。でもコツはねやっぱり取っておきたいからね。でルナちゃんは、根性骨も持ってるんで、まあ、友沢のね骸骨にもなるし、だルナちゃんはねコツがねなかなか優秀ですよね。ちょっと打球反応が邪魔ですけれども、でジャイロボールのコツを取ってできればね吸血の金徳ハイスピンジャイロとかも狙っていきたいんですけど、それはでもなかなか難しいかな。で走者釘付けになったら走者釘付けを3にして、まあ、取っていくっていうのもねいいと思うんですけど、まあ、ただバンプの場合はねやってみないとどうなるか分かんないんで、ここはさすがに練習はできないんで寝ておきますか。ルナちゃんを上げていくか。強化か、極限になってないけど強化しちゃうのもいいかもしれないですね。2回くらいはね極限やんなくても間に合うと思うんですよ。ルナちゃんは3で乗ったんで OK でしょ。友沢がいるのか。吸血でどれくらい取れるかだよね。守備27、6、7、8、90くらい取れるか全部で。でもな、ミサちゃんの評価を上げるっていうのもありだからな。普通に練習しよう、ここは。で、魅了。まあ、最初はね、極限吸血魅了でもいいんで。あとは人が集まってくれれば。
闇に生きるもの、これどうしようか。まあ、せっかくバンプできてるから進めていきますか。人助けならいいかと。経験点もねかなり美味しいんで。で、ちょっと吸血しないとダメなんで、立川1人、友沢1人、上高1人微妙。誰がいいかな。監督とかね別に魅了してもしょうがないんで、適当に友沢にしとく。タックで技術ポイントを稼いでおきたいんで。で、9位の秘密、まあ、これは普通に進めていきましょう。3回目の最後ですね、選択肢が変わるのが。で、ルナちゃんと、まあ、これも普通に太陽でいきましょう。評価減っちゃうとね、告白の好感度から抜けちゃう可能性があるんで。ここはまあブラッドでいいでしょう。回復もできるし、刺激、最初の方のね刺激はねあんまり効果がないんで、やっぱりタックがねできるようになってから刺激を使っていきたいですね。で、デートは調整用に使っていきます。ゲージの、まあ、最悪刺激であとはずっとデートしておいてっていうのもいいと思うんですけど、神楽坂くんが乗ってないね。まあしょうがない。だから刺激になったらルナちゃんのデートをねずっと続けていくとか。ルナちゃんはね回復しないんでね、デートで、まあ、とりあえず告白が来てくれましたと。緩急骨もね取れないからね、クリスマスをルナちゃんと過ごしたい気がするけど、ここはコツ。あれ？これだけだっけ？まあもらっておきましょう。強化。根性、よしよしよし。あとは友沢ね。失敗しないことだね。友沢ね失敗するからね、たまに。回復しておこう。神楽坂くんもねこれ2回回復できるからいいよね。どうしようかな、神高。一応タックも見ておこう。ルナちゃん乗ってないけど、ミサちゃんもあれか、まだ足りてないといえば足りてない。そうか、お守り持ってきてないからか。そうすると意識して上げていかないと最悪足りなくなる恐れがあるからね。で、刺激もね、体力が高い状態で刺激になってくれないとね、結局1回回復に費やしちゃうんで。ここどうする？一番上が確か脱三振だよね。脱三か、1でな、潰しちゃえるときに潰しちゃう？1にしよう。ちなみにこれって評価上がるっけ？まあ上がるは上がるか。よし、奪三振。おお、一気にマックスまで。ちょっと待って、変化球に一応ルナちゃんがいるっちゃいるのか。いや、もう固めておこう。練習してるうちに評価乗ってくれれば、あとこいつらが寄ってきてくれれば。神楽坂くんの金徳ですね。ここで評価が上がって、みんな他の人たちがみんなタック組める状態になっていれば全然 OK。 神高がダメか、結局1人しかいないね。神高にしとくか。あ、奪三振、せっかく1で取ったのに。低めはもう潰しちゃおう。
ここは練習しよう。ちょっとクイックを取ります。ででで、ちょっと待ってね。クイック1で31か。それでも低めはまあ確実に潰すとして、根性も潰しちゃっていいでしょ。CD 上がりもいいよね。ルナちゃんから最後もらえるけど、そこまで置いといてもしょうがないんで。いやでも脱散1は結構厳しいね。やっぱり重いな。今のところ置いておこう。おお、ルナちゃん乗ってないけど、まあ、それはしょうがないと。次、体力量的に練習できるかな。で、ここはくまなく観察して続けていきます。さて、練習何パーセント？ 7%。 神高が乗ってないけど、まあダブルタックだから。神楽坂くん、ちょっとコツ、リリースリリースリリースと勝ち運、これは直取りしておきましょう。で、7%。 いや、これはあれ使わなくていいでしょ別に。よし、魅了。あれ、ゲージ今どれくらいだ。キレ、オッケー。そうか、キレでも敏捷ポイントを使うんだ。でバンプの告白って確かヒットポイント回復したよね。なんかすぐヒットポイントって言っちゃうけど、うん、いいね。あ、そうか、ここでも勝ち運もらえるんだっけ。まあただね、練習で勝ち運もらうくらいだったら先に潰しておきましょう。いやー、もう安定の成功率よ。 12% メンタル、ちょっとメンタルやろう一回。魅了か、変わらなかったか。もう一回練習できるかな。ここはちょっと笑いに変えておこう。打球反応はね、本当に敏捷ポイントを使うんで。もう一回練習できるね。まあ普通に神楽坂くんでいいでしょう。刺激、刺激もね、結局人がいてくれないとね、無駄になるからね。むしろ他のところにさ、人を釘付けにしちゃうから。タック要員が減るからね。一応いるはいるね、多分これ光ってるから。立川ルナちゃんか、どうしようかな。4ターンでしょ。お、ここでここで友沢、マジでありがたい。もやし弁当、そんなのを食ってたら栄養失調になっちまうぞ。まあストイックだよねこいつも。でクリスマスも挟むんで、これは4週連続でいきたいね。まあ、ブラッドタックがあるっちゃあるけど、あとはね、もう一人寄ってきてほしい、せめて。よし、 OKOK、 ここも通過すれば、投手の場合はね、ここ通過すればもう大丈夫なんで。でサンタ立川のクリスマスイベントですね。これはまあ別によほどのことがない限りは一番上でいいと思います。バッティングセンターにするとね、確かなんか知んないけどアベレージヒッターのコツがねもらえるんですよね。でここでなんだっけ、怪我しにくいやつをもらえるんで、怪我しにくさか。まああんまり体力が減ってなかったのがちょっともったいなかったけど、まあそれはね、でも一回練習できるんで。2人しかいないな。この時でね、どれだけ人が寄ってくれるかっていうのが。うん、マトモザー君いいね。こうやって普通に体力を回復してくれるからな。まあ、ここは野球が上手くなりたいでいきましょう。でこいつさ、
結構大凶率がね高い気がするんだよね。気がするだけ、うん、ほら何なのこれ、絶対大凶率高いよ。よし3人、ちょっと待ってね変化球ポイントが溢れそうだ。スライダーは取っておこうか。一応スライダーコツを神高からもらえるんで、ちょっと3にしておこう。まあ普通にスライダーカーブフォークでいいでしょう。やる気が、さっきの大凶のせいでやる気が減ってるから、やる気効果アップが乗らないよ。でコツは神高から欲しい。まあいいか、打球反応これで5になったからね。これはどうしようか。これがあれだっけ、打たれ強さだっけ、違った、牽制だタック、うわ3人来てる、まあいいね。で次で極限になるから吸収か、まあいいか、回復しておこう、ついでだから。吸血と115があるね。115でいきましょう。お8だ肘爆弾が取れた。ここはハングリー精神でいきましょう。やる気も上がるんだ。コツ足すブラッドタックか、何人 ?80 コツっていうのがな、美味しいよな、ミサちゃんだしな。ちょっとこれはここでいこう。多分ね技術ポイント結構厳しくなると思うんだよね。っていうかさ、全然デート進んでないよね。キレとか潰すの忘れてた。ちょっと待ってよ、デートマジでやっていかないといけないけど、いけないけど、友沢か、強化か、いやどうする。ここはでも練習しておきたいよな。よし強化のまんまだ。ポーカーフェイスはやっぱ来るよね、これはもうしょうがない。でルナちゃん OK、 ミサちゃんの評価も気にしていかないとダメだね。そうするとルナちゃん監督の評価がなんか足んない気がすんな。どうしようかな、お出かけデート、とりあえずルナちゃん。ちょっと詰まってきてるんで、2月3月4月5月6月7月あと6ヶ月か。できれば1月につき2回ずつくらいデートしていかないと割と厳しいかもね。まあ、ワンタック足すコツか、スライダーが来てないんだよな。まあ、44にはしておきますか。ルナちゃん2回目、いやだったらミサちゃんにしておくか。まあ、ミサちゃんはね空デートがないんで予定は立てやすいですね。でバンプに関しては、まあ、今回はね体力マックスなんであれなんですけど、毎回ね体力も回復してくれるし、この体力回復もちょっともったいなかったな。いやちょっと待って、これさミサちゃんの評価が下がるんだけど属性変えたくないんだよね。分かったようにするとこれあの魅了になっちゃうんすよ。うおしかしちょっと強化しておきたい。吸血守備量見てみましょう。美少8、それはちょっと少なすぎでしょう。じゃあルナちゃんちょっとデートしよう。
ここのねお食事が体力回復がすごいんだけど、で次があれか勝負になるのか、タイピンもね取っておきたいからね、やっぱり。うん、危ない危ない、サボり癖がね本当になると厳しいよね。ここは進めていこう。一応やる気が上がった。これはもうでも吸血しないと無理だよね。18かよ、人がいなさすぎる。ここが安定して、あ、敏捷ポイントもらえる、友沢がいるからか。じゃあここだな。16か、まあでかいはでかいよね、投手の16だからね。え、いくつ必要なの、ちなみに全然わかんないんだけど。ワンタックなんで、で今28でしょ、で取んなきゃいけないのはまず脅威の切れ味は絶対取んないといけないから17になっちゃったよ。打球反応置いておこう、牽制も置いておこう。いや無理か、走者釘付けは無理だな、これちょっともう一回強化で取れるかどうか試してみるのもありだけど、吸収になっちゃったね。怪我しにくさ、こいつ怪我しにくさ持ってんだっけ。でこれは教えてもらおう、誰に教えてもらえるのがいいんだっけ。まあミサちゃんにすれば、ミサちゃんの評価も上がるか、特に属性は変わらず、まあ、これは普通に一番上でいきましょう。打たれ強さと、ルナちゃん、ルナちゃんあとなんだ、ジャイロボールか。ちょっとちょっと、あ、奪三振って1は1なんだ、まだそうだね。まあ、せっかくコツが来てるんでここやっていきましょう。強化よし、ちょもう一回強化しよう。でジャイロボール、精神ポイント余ってるわけじゃないからな。よしよしよし、3でつかめた。っていうかさ、絶対監督評価足りてないよね。ちょっとまずいな。ここは普通にピンチでプレイしましょう。スライダーどうするよ。1回あげちゃうか、あげちゃおう。2にしておこう、一応。だってスタミナ F はさすがに低すぎる。コントロールは C にしておいて、球速も低いからな。140にしておきたいね。だからね、虹谷もねちょっと悩んだんですよね。筋力ポイントが稼げないから、ちょっとでも筋力ポイントを稼ぐために球速の得意練習のある虹谷にしてっていうのも考えたけ ど、そうするとね、後ひべの人たちがねめちゃくちゃいっぱいになっちゃうんで、割とね今回編成とかね悩みました、本当に。まあね、有能キャラがね多くなってくるのはいいんですけども、どうしてもね編成後迷っちゃうんで、ここはデートして、ミサちゃんを進めていきますか。評価低いな、これマジでさ、井戸端来るときっついぞ。カロリーバーじゃなくておとなしくお守りにすればよかったかな。いやでもね、ここで体力が足りねえってなるのも悲しいからね。そうすると評価が足りねえとか言い出しそうだからな。水は一応体力回復が期待できる。
やる気が下がった見るは見よう。まあお一人だね。お出かけデート、ここら辺をちょっとルナちゃんを進めていこう。それなりに体力があるんで。で3回目なんで、ここは勝っていきたいね。やっぱり経験点もねすごいからね。今回はねルナちゃんプラゴをお借りしてるんで、そういったところの経験点も底上げされてるんで、ミートが C だからそれなりか、やる気はある方だし。おお怖い怖い、振れ、振らない、落とすか。やっぱりルナちゃんを落とす。ああいうのでさ、たまに内野安打とかになるからね。マジかよみたいな。おっとっとっと、いやこれすげえよ40 40 40 40。でここで着替えて来いよですね。これにすると精密機械になります。でコツは絶対1ですね。特に誰もいない。お出かけデートで、またルナちゃんでいいでしょう。ルナちゃんの5回目とかマジでどうする。次の強化次第だな。次の強化で敏捷ポイントが稼げなかったら、まあ、変幻自在にしときましょう。内藤さんのこのイベントって特に変わらないな。成功失敗があるよりは普通に行きましょう。うわ来たこれさ、ミサちゃん超下がってるよね今評価。ちょっと吸血を見ます微笑9とか、敏捷9かよ。どうする、ここ人がいるからすごいっちゃすごいけど、もう一回デートはできるんだよね。これミサちゃんとデートしておくか。じゃあもう一回デートして、もう次で決めよう。でそうか、ここはあれか、選択肢が出てくるところだったね。ちょっと確認するんで、バンプのミサちゃんは久々なんで見ていかないとちょっと内容がわからない。ミサちゃんのバンプのデート4回目、観覧車で伸び、ジェットコースターで高速チャージ、体感アトラクションで緩急か。緩急取っておこう。体感アトラクションって別に VR 的なあれではないんだよね多分。いや VR はねほんとすごいよ。今スカイリム VR でねやってますけど、超迫力あるマジで。おおそうだ、神高くんもいたね。そうか、神高くん、おおマジでもうメーターがない。神高くんがいるってことは変化球を上げておかないといけないんだ。いいや、もう444にしちゃおう。で一応練習見る、一応ね1人。いやーよかった、ここでね5人とか来たらで守備は30か。30 90 15 54だったら悪くないよね。これ取ろう。で敏捷取ったけどどうなのお、評価が上がった、やったやった。これなんかミサちゃんの評価上がんないかな。もう今は属性は気にしなくていいからね。お化け屋敷のフォローってやつかな。ミサちゃんで1個未了になるけど、まあ別に練習すればね属性は変わるからね。
評価を上げていかないと結構厳しいから。ルナちゃんだったらミサちゃんで47。ちょっとクイックだけは取っておく。うわ、クイック2にもできないのか。マジか。え、走者釘付けってめっちゃ必要だな、今さらだけど。え、いくつ必要なの敏捷ポイント。てかいくつもらえたっけデートで。よし行け。うわ、撃たれた。マジかよ。しょうがない、奪三振取ろう。とりあえず奪三振、あれどこだ、あった、3になった。悲しすぎるぜ。精神ポイントが少ないな。メンタルをやっておきますか。じゃあちょっと待って、怪我しにくさとかさ4なんだよね。どんくらい？いや、それなりに使うね、でも。いや、それなりに使うわ。これで何になる？強化。いや、ちょっとミサちゃん。あれだな。変幻自在でいこう。ちょ、これ見る。二人かー。しかもこれあれだな。なんだっけ？くっつけるやつ。くっつけるやつになりそうだな。ならなかったし、なんだっけくっつけるやつ。名前が出てこない。これももう年かな。健忘症だよ、健忘症。これもまあ普通に行きましょう。助けを呼ぶと、で見よう。2人、神高がいるね。やっぱ神高いるとでかいよな。でもまあダブル、ダブルプラスあれか。とはいえもうスライダーコツいらないからね、正直。スライダーコツはもういらないっちゃいらないけど、 5% か。やろう、吸収。スライダーコツ。じゃああと変化球余ったらスライダーに振っていくか。あ、か、これなんかある？変わる？変わるんだったら変えたいな。あれどこだ？か。あった、これだ。吸収か、あ、刺激にしよう。カトリリキッド。これでどう？何人いる？ 2 人。止めちゃう？カロリーバーってだってまだ2つあるよね。止めちゃおう。だからまずは吸血をして、止めておいて、でカロリーバーはもう2つ使うしかないから、街道とか。無理だよそんなの。走者釘付けが良かったけどしょうがない。カロリーバーってちなみにさ、一気に2つ食えんの？あ、一気に2つ食えるわ。ちょっと1個にしとくか。なんとなく2人しかいねーし。で7月中はデートしないと無理かー。てか1回デート挟まないと無理かー。おー、来たー。これカロリーバーでしょ。これカロリーバーで怪我率大丈夫かな。これ大丈夫だね。これだったら大丈夫だよね。よし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 。ちょっと待って、技術がちょっと溢れそうだな。打たれ強さ、タイピン、街道とかマジ無理だな、これ。緩急はもう掴んじゃっていいか、じゃあ。精密機械を掴んで、ど根性も掴んでおこう。他。逃げ玉って結構あれだね。変化球ポイント使うけど、まあ技術があるから消費しておこう。よし、これでいいか。ここでじゃあ1234タックですね。強奪。もう次は無理だね。
いいの来ても3か 31% か。ちょっとスライダーを7まで上げちゃおう、せっかくだから。30% 通す、どうする、まあ、やるだけやろっか。ほらよし来た。いやもう無理だ、あとはミサちゃんとデートをこなしていこう。っていうかルナちゃんもまだ終わってないんだよね、そういえば。ちょっと待って、7月の1回多分吸血挟まないと無理だから、まあ、未了になっちゃってるね、しょうがないよね。でもデートを優先でいこう、まあ、ミサちゃんをとりあえずやっておきますか。だデート3回ともう未了だな。あ、未了先にやっちゃっておくか。じゃあ、いや待って待って待って、スカウトさんをさ魅了すればさ、最後の評価って、てか待って待って待って、監督どうなってんだ今。しまった、監督見てない、これやばいんじゃないか。うわリリーフだ、やっぱり監督魅了しとけばよかった、気づくのが遅かった。ここはムービングファーストちょっと覚えとくか。技術があってもね精神が足んないんだよね、やっぱり。今のところってさ、こう変化球キャラで精神ボーナスがついてるのがいないんで、うわ危ねえ危ねえ危ねえ、なんとかなんとかなった。監督魅了し、あちょっと待って、これででも監督評価15上がったのか。監督評価15上がってもさ、決勝はあれだよね、多分無理だよね。でそもそも監督もスカウトもいねえし、両方ともこれってどう。いやダメだ、吸血しよう、怖い。もう誰でもいいっちゃ誰でもいいんだけどね。ルナちゃんももう大丈夫だしね、まあ、2人いるしここにしとく。バンプがね強化になってればね経験点もらえたんだけどね。お出かけして、待ってね待ってね、やっぱりちょっとね走者釘付けっていうのはね取っておきたいっちゃ取っておきたいんだよね、取れるんだったら。16しかないか、いや無理か、無理だ、これは変幻自在にしよう、やっぱりおとなしく。次の試合を勝たなきゃいけないからね、そもそも。たくさんの努力が必要と。いや、やっぱり走者釘付けって難しいね。クイックのコツが取れないと本当無理だわ。球速が伸びないな。まあ、ただ変化球はね。744だからね。お待たせ、甲子園頼むぞ。おわ取られてやがれ、あ負けるっぽい。負けやがった。いや監督評価最後の一手の詰めが甘かったね。5位危ない。てかミサちゃんの評価どうなってるこれ。中継ぎ、どんだけくれる。20とか。まあでもね、カロリーバー2つ持ってきてなかったらあの練習できなかったからね。それを考えれば、まあ、全てを取るっていうのは難しいね、やっぱりちょっと。まあ6600か、もう最後全然いけなかったからね、しょうがないそれは。コントロールをちょっと B にしておく。
スタミナを上げられないな、これ。でそうか、じゃあせっかくだから手応えで変化球は、まあ、フォークを5にしておこう。せっかく取ったけどな、精神がな。クイッカー取っておこう、せっかくだし。変幻自在、打球反応も余ってるから取っとく。5だし安っていう。いや技術余りだ、マジで技術余ったな。タイピン打たれ強さで、あとはこれ、という感じで、まあね、最後ね、ちょっと7月あたりからだいぶ失速しましたけれども、まあ、それでもね、やっぱりサンタ立川、ミサちゃんとね、一緒に使えるっていうところが、かなりいいところだと思います。まあ、もちろんサンタ立川でも十分、単独でもね、強いんですけれども、デッキの幅がね、できたっていうところが、いいところだと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。